みなさんこんにちは。はい、これからまめちゃんと大切なお勉強をしていきたいと思います。伏せのお勉強ですね。まめちゃん頑張って伏せしてみましょうか。はい、それじゃあまめちゃんちょっと向き変えましょう。みなさんに見えるようにね。はい、お座り。わー、お利口さんです。はい、はい、そのまま、あ、まめちゃん立ってしまいますね。そしたら別の方法でやってみましょうか。はい、ちょっと待ってね。はい、さあまめちゃん、そしたらね、はい、どうしましょうか。パパがトンネルを作ります。はい、まずトンネルの間をくぐりましょう。はい、はい、くぐってください。はい、はい、はい、くぐりましょう。はい、ちょっと高くしようか。あ、そっからじゃない。はい、はい、はい、くぐってください。はい、まめちゃん、はい、はい、くぐります。はい、はい、くぐってください。はい、はい、伏せ、そうです。はい、伏せ。はい、こんな感じで覚えていこうかね。お利口さんです。はい、お猿さんにも見ておいてもらいましょう。まずはさっきのね、はい、それですね。はい、はい、はい、あ、まみちゃんやっぱり立っちゃうね。はい、ちょっと待ってね、立っちゃうからね。お尻が上がってくるよね、まめちゃんね。お尻上がってたらしんどいよ。あ、お利口さんです。はい、伏せ。あ、お利口さんです。できたね、お利口さんだね。すんごいお利口さんだ。今の方法でとても良かったです。ね。そしたらもう一つの方法だね。ね。はい。パパがトンネルを作ります。はい、伏せ。ちょっと長く伏せをしてもらおうか。伏せ、そうです。はい、とてもお利口さんです。はい、お利口さんでした。はい、これが伏せだよ。はい、はい、今度はおやつありませんよ。はい、はい、まめちゃん、まめちゃん、お猿さんに見てもらいます。はい、お座り。はい、お利口さんです。はい、はい、下げていきましょう。はい、はい、まめちゃん。はい、まめちゃん、はい。あー、それだったらね、まめちゃんね、トンネルやってみましょう。はい、はい、まめちゃん、トンネルやってみます。はい、まめちゃん、いいですか、トンネルです。お猿さんに協力してもらいますね。はい、はい、そして、はい、お利口さんです。はい、伏せができました。
マミちゃん、これが伏せだよ。ね。はい。もう一回、はい。はい、マミ。はい。はい。はい。おっとっとっと。はい、伏せ。もうちょっと来て、こっちへ。はい。マミちゃん、こっち、こっち。はい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 、よし、はい、伏せ、これが伏せですよ。はい、お利口さんでした。はい、今日の勉強はこれで終わりますね。伏せのお勉強よくできました。はーい、はい。